今からちょいさんとコラボ配信をしたいと思います。かのちゃん、おさまさんね、ごめんね。とりあえずコラボしよう。あれさん、え、あ、待って、反対じゃん。私もつけたい。耳と角が反対になってる。それ私これしか持ってないから。あー、こうね。ちょいさん、私もそれしか持ってない。これしか持ってない。え、どっちがいいかな。あー、来た。どっちがいい？赤。わかった。お、いいじゃん。あれ、これはもしかして、もしかして、え、見た、え、見た、ジオチャンネルのクリスマスパーティーの髪飾りじゃん。そうです。みんな見ましたか、ジオチャンネル。え、見た。え、見た。てか編集面白いわ、やっぱり。え、よかったでしょ。うん、面白い。え、どうでした、やっぱり中西会として。いや、でもまずなんて言うんですかね、はい。新メンバーが気になるよね、やっぱり今。あ、気になられますか？はい。だって、メンバーですから、一応。一員、中西家、一員なので。メンバーだったら、ちょっとは気づいてるかなって思いました。何人かいるんですよ、候補は。あ、何人ぐらいいるの、候補は。え、二人。え、言ってみ。ズンちゃんか、ユーナ。え、なんでその2人なの。なんか、関わりがあるじゃないですか。いや、なんか、ズンちゃんとかさ、なんか入りたいって言ってそう、知らんけど。知らんけど。ユーナと関わりあるじゃん。確かに。結構、中西会に。うん。っていう理仲由。良しだもんね。そ普通に仲良しだしね。う。そう、普通に仲良し。きなこめっちゃいるイメージなんだけど、言うなって。あ、そうね。でも結構いるかも。仲いい。え、何してたの？え、どういうこと？今まで何してたの？私たち出会ったじゃん、今日出会ったじゃん。あ、今うん。日？27日に B 公演出るんですよ。私。練習あしれてでしょ？ちゃんの生誕生祭。誕祭。しおりも出たい。来て。じゃあいい？きなこのところ出ても。いや、ひなこのとこ出たら私どうなるの？ダメ？いや、私どうなるの？ちょっと、お願いします。いや、じゃあ今から覚えるんですね。あ、ありがとうございます。ありがとういござや、います。顔だけ作ります。え、どういうこと？私の。顔で、顔で顔で踊る。踊る。ああ、オッケー。そう。めっちゃいいどう？と思う。え、ってか、ちおりさんさ、しーちゃんが卒業したらさ、ちおりさんのとこさ、一人になっちゃうじゃん。あ、そうだね。だから、ポジションでしょ。入って。ね、忘れてた。ちおりさん。どうす、やる？一緒に。一緒のところやる？いいです、いいです。だって一緒のとこやったって一緒に出れなくなっちゃうもん。確かに。え、確かに。え、じゃあ私ずっとじゃない？逆に。はい、だから。すいませんね、ほんと。確かに。え、ひなこのポジションは誰かいる？いる。誰だ？あゆちゃん。あゆちゃんか。待って、チーム B も終わるからって書いてある。てん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 え？てん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 
ね。いつまでできんだろうね、公演。確かに。だってさ、待って、2月、待って、2月、え？ 2 月さ、え？待って、やばくない？ 1 月だけだよ、多分公演できるの。だよね。だって2月と5日と6日はコンサートだから、それまでってことでしょ？あ、
てん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 。てん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 ってなんや。書いてんの？てん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 。そう、書いてるの。私のとこ書いてないと思ったけど、コメントは違うのか。あ、違うよ、コメント。確かに。終わった。悲しいね。あと1ヶ月ぐらいしか、あれ、関わりがなく、あれってことでしょ。絶対泣くから。てか、私はしーちゃんの卒業公演は 100% 泣くと思う。当たり前じゃん。いや、もう、しょっぱなから。うちも、多分、始まった瞬間、ってなっちゃう。え、そう。うん。てか、もう、リハの時から泣いてそう。どうしたらいい？それは。しーちゃんが一番泣くから。それはそう。いや、それは本当に。しーちゃんが。そうなんです。それは本当にそう。でも、逆にそれ見ると泣いちゃいそうだけどね。いや、泣くよ、絶対。絶対泣くから、うん、そうだよ。え、もうやだ。ぜ、なんかだってさ、あと3日後だよ。痩せなきゃ。え、そっち？てん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 。またてんてんてん。痩せなきゃ。臭そう。そうだよ。あ、ちょっと読んでいい？うん。千代りひさんからいただきました。メリークリスマス。さすが。私にクリスマスプレゼントが来ました。いや、マオスニーダー、カサウニーダー、マサウニーダー、マサウニーダー。嬉しい。今日はだってクリスマスだよ。知ってた？実はクリスマスなんだよね。なのに今見てください。え、何？見てください。今日クリスマスなのに見てください。私、こんな一人でこんなことしてます。いや、そんなこと言ったら私もなのよ。あ、そうだった。悲しいね。一人じゃないじゃん、二人じゃん。それだって数時間だけでしょ。もうちょっと、もう。え、じゃあ、やってくれる？二時間以上。私はいいよ。ねえねえ、笑わせないで。なんで？え、嫌なの？いや、いいよ。え？ねえ、やめて、その声。え？え？え、ちょ、え？いや、あ？待って、8時。はい。え、くせえさ、千代さん、それガチで言ってる？いや、私は、だって、ひなこがいなくなったら、クイボッチ。クリぼっちだから、いいよ。やっても。え、私、うん。待って、ファンの人がさ、うん。断ろうって。なんでよ、なんでなの？断る理由は何？逆に。何？断る理由は逆に何？いや、ちょっと待って、うち、あれなのよ、コスプレしたいから。あ、いいよ。え、いいの？今。今？え？え、だって着替えタイムが入るよ。じゃあ、つないどくね。うん。着替えタイムね。うん。あ、あれは、なんか、白玉みたいな、今日。そう、それ着るの。おお！白玉ってなんやねん。違うの、白玉のコスプレじゃないの、あれ。え、そうで、今日ね、来たんですよ、うん、私が。今これから着るコスプレを。そしたら千織さんに、なんかケンタッキーとかなんかいろいろ言われました。すいません、ケンタッキーは言ってないです。あれ言ってないっけ。七瀬がオラフって言った。で、私は白玉。で、ケンタッキーは誰が言ったの？え、ケンタッキーって言ったじゃん。言ってない。ケンタッキー食べたいとは言った。なんだよ。白玉っては言ったけど、違うの？白玉って言われました。だから後で見て確認してみてください、皆さん。本当に白玉だと思います。喧嘩売ってる？はい、喧嘩売ってる。
いいよ。ねえねえ、意味わかんないんだけど、喧嘩売ってるいいよってどういうこと？どういうこと？意味わからない。いや、みんなにも見せてあげてほしい、あの可愛い白玉。あれ可愛いかな、あれ。可愛いよ、なんか、あ、思い出した、ケンタッキーって言ったのは違うよ。え、何？ケンタッキーみたいな、なんて言ったっけ？なんか誰でしょ？わかるよ。なんだっけ？あ、なんて言ったっけ私？ケンタッキー、お腹にケンタッキーはなんとかって言ってたよね。お腹にケンタッキー巻いてるみたいな。あ、そう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 。ケンタッキーの持ち手みたいなの巻いてるみたいな。あ、それだそれだそれだ。それは言った。ひどいよ。いや、よかったよ。ケンタッキーと白玉のコラボレーション。え、白玉？あ、私が今？今白玉だった。待って、千代さん、千代さんは白玉じゃん。どうぞ。白玉ってさ、褒め言葉じゃない？白いってことでしょ？え、だからそうだよ。一瞬なんかひなこと今喋ってたのに、なんか白玉が来た。でも千代さんもそうだよ。え、違うよ。だから白玉二つ合わせよ。いいよ。いいよ、知る。ああね。え、てか、コラボさん。うん。めっちゃ久しぶりだね。なんか、いつぶり？なんか前もしてたもんね。だって、ひなこぶり、私、こうやってコラボするの。え、私も中、あ、嘘ついた。はい？私は、私はちょっと前にメンバーとやりました、すいません。あ、ひどい、誘われてない、誘われてない。私、いや、それは私、いや、私急遽やったんですね、すいません。え、いいじゃん、急遽でも。え、別にいつでもできる人。いや、千代さんはなんかいつショールームやってるかとかちょっと分かんないから。ゲリラ配信でもいつも気分でやってる。じゃあまたやろう。え、私聞いて、12月はたくさん配信するってファンの人と約束した。じゃあたくさんやろう。だから、あの、いつでも呼んで。え、いつでも呼んでって言ったからね、今。そしたら私が呼んだら絶対来てくれるってこと。じゃあ逆にそうなの。逆にそうなの。ねえ、もう千代さんと話してるとさ、頭がおかしくなりそう。え、それどういうこと？なんか、子供。はい？なんか、はい、千代さんは、と話してると、うん、頭おかしくなる。あ、多分私が合わせちゃってるのか、ひなこに。ああ、そうかもしれない。それだわ。うん。うん、いい、いい意味だから。うん、当たり前じゃん。だから誘っていつでも。了解。うん。声や。逆に、しおりが誘ったら、来るってこと。うん、あー、時間が。え、そう、何？ちゃんとできる環境にいたら、全然。あ、そう。全然、もう顔がどんだけ不細工でもやるよ。おお。うん、だから、そう、その時は全然。逆にその時に言うね。ひどいな。え？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 でもいいね、最近前髪流してるでしょ。そう、流してる、ほら。でもね、うん、おい、え、どうどう？でも聞いてください。うん、パッツンの方が好きな人多いです。あー、やっぱり可愛い、あの、うん、何、わかんね、うん、感じ、アイドルじゃん。そうなんですよ。ちなみに千代さんはどっちが好き？私の前髪。パッツンの時は、あ、待って、パッツンの時のね、写真見せてあげようか。うん、そういえば、でも私は今の方が好き。楽。うん。
似合ってる。え、本当に？うん。売れピーマン。うん。あ、いいね。売れピーマン。チオリも使ってる。マジ？で、チオリの言葉へ。売れピーマン。売れピーマン。それは初めて知った。そうだろ？はい。これは？あ、そう、これはちょっとバッツンズ。え、どれ？一瞬マオピョに見えた。え、待って、やばいよそれ。え、それ初めて言われた。それやばい、それ一瞬見えた。かわいい。いや、かわいいね、パッツンも。てかパッツンはマジでアイドルって感じ、うん、アイドルを応援してますっていう気分になりそう、ファンの人が。いや、そうだよね。なんか私服だと前髪流してる方が好きかも。おお、かわいい。やっぱパッツンの方がいい。パッツンかわいいね。やっぱりパッツンの方がいい。なんか衣装とかになったらパッツンの方が似合う。その確かに。確かに。うん。私服だといいよ、今の感じとか。あ、いいね。おー、すごい。おー、いいね、いいね。白玉みたい。ね、千代さんやめて、顔。何がひどいよ、顔で笑わないで。顔でやめて、顔で。中の顔で。うん、いいよ、いいよ。だからさ、年齢がもうちょっと、なんか二十歳とかになったら伸ばすとかは。ああ、今、バツを楽しんでってこと？うん。うん、確かにね。でもさ、長いの方が気に入ってんの？いや、なんか楽。ああ、まあね。だって、見て、私のパッツンこうなっちゃうよ。で、見て、千春さん。なんか、見て。なんか少なくない？あでしょ？なんか。って考えたら、今の方が良くない？まあ、楽ちんだしね。帽子とかも楽だし。楽ちん？はい。ねえ、やめて、本当に。それ。え、何？え、何を？ねえ、千織さんとさ、コラボするといつもこんな感じになっちゃう。何この配信って言われちゃうから。あ、はい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 。はい。見ました。水曜日のダウンタウン。え？マジ？録画してたん。仕事だった。かぶってて。優しい。どうでした？ねえ、あれさ、さ、気づかないの？気づかなかった。いや、気づいた、気づいた。気づいた。え、言った？それ。言ってない。なんで言わないの？言えなかった。なんかさ、こう、食べるときにさ、あ、あれ、どこ見たらいいですかとかさ、カメラどこですかとか。そう、普通言うよね。でも言わなかったの。うん。なんで？いや、そういうものだと思う。なんか、もうベテランさんたちの撮影ロケはこれなんだっていう思い込んで。あー。そう。天皇？そう。もう周りもね、当たり前にやってるしってこと？そうなの。だから、陣内さんとかが、もう食レポやってて、あ、本当はやってたんだ。そうやってて、だからその時にどこ見てやってるんだろうってめっちゃ見てたの。そしたらなんか普通にやってるから。なるほどね。なんかこれが今の何最新技術というか、その、って思ってたの。え？だっておじさんがずっと。あのおじさんは、怖かったです。はい。え、だってさ、本当におかしい、うん。目の前でこう食べてるとこめっちゃ見てでもあれがカメラだと思ったの、一瞬ね。え？目の中にカメラが仕込まれてるってのかなって考えたけど、いや、絶対に違うなって思って、うん、でも一回目合わせちゃった。怖かった。でもどこ見て食べてたの？じゃあずっとなんかライトがあったの。ライト、うん、だからそのライトがカメラだと思ってたの。おう。だからそこ見て言ってたら違ったっていう。え、だってさ、インサート撮ってたじゃん、隣で。うんうんうん。うどんをこう取りま、うん、おじさん見てたじゃん。あの時は
おかしいなって思った。だからその時に、うん、あ、本当におじさんの中のおじさんの目の中にカメラあるのかなってめっちゃ疑った。だってこうやってるんだよ、うどんこうやってやってるから。え、そうだよ。しかもね、熱いなとか言ってるの、湯気が当たって熱いなって言ってる。そういうことね。こうやってるから熱いなって。そうそう、だから本当におじさんの中に入ってると重くない？え、そういうもんなんかな。いやって思っちゃった。私は多分、うん、思っちゃった、思っちゃったし。マジ？え、でも本当に面白かったよ。なんか揺れるなって言ってて、こうやって持ってる人の手が、うどん持ってる人の手が揺れるなって怒ってて、え、うん、面白かった。マジ？うん。逆にちゃんとさ、影で撮ってるカメラにも気づかなかったんだ。全く。へえ。全く気づかなかった。もうとりあえずちゃんとしなきゃ、もうなんか、ジンナーさんと坂下さんいらっしゃるから、もうちゃんとしなきゃみたいな気持ちでいて、もうそういうのも全く、あ、ベテランさんのたちのロケはこれなんだなっていう。そっか。え、話してたじゃん、2人で。なんか、ちょっと、空き地。あれはもうね、最初から話してたかも。カメラどこっていうのは2人で話してた。あ、ずっと最初から言ってたんだ。うん、最初から気づいててカメラがないねっていうのは。うんうん、どこ見て喋ってるとかっていう話はしたんだけど、で最終的に見つからず、いやネタバラシはあったんですよ。うんうんうん、その時、その時にカメラが急に入ってきて、え、カメラあるやんみたいな。うんうんうん、でその時に、あ、これなんかドッキリだなって思ってっていう。でもそので最後に番組名をね伝えられて、うん、うん、どう、もう、みたいな感じでした。そう、その顔した。確かにそっちの方が一番驚きだよね。うん、へえ。でもなんか美味しそうに最後うどん食べてた。いや本当に美味しくて全部食べようみたいな感じで食べてた。はい、はい、どう？美味しかったです。いいな、今度行きます。行きましょう。あれは何なの？言っていいの？場所はどこにある？わからない。言っていいのじゃないかな。普通にお店とか映ってたと思うから、テレビで。あ、群馬県です。めっちゃいいね。え、でじゃあ群馬にさロケ行くじゃん。うん、それ終わってすぐ帰ってきたの？はい。え、もったいな。そうね。うん。もっとね、そうだよね。うん、なんだったっけな。なんかね。え、でもとりあえず、なんかそこのお店は、うん、あのね、周りもうどん屋さんだらけだった。へぇ、群馬？群馬ってうどん有名なのかな。群馬ってなんか温泉とかじゃない？え、違うっけ？水沢。群馬うどん。あ、でも出てくるね。群馬ってあれだね、草津温泉じゃん。あ、やっぱりそうだ。え、そのイメージがつい。行きたかった。え、めっちゃ行きたい。良さそう、ね、絶対いいよ。行ったことない。私も草津温泉。草津、私もない。もったいないね。ね、もったいないわけだよね。え、すぐ終わったのロケ？すぐではないかな。2、3、うん、4、5、うん、おお、いや、いいね。そうだよ、面白かった。嬉しい。そう、うん、結構見てくれてる。うん、反響あった？友達とか。え、友達？うん、なんか、ひなこみたいな。え、そう、見たよって連絡くれたりとかもあったし、あとで、しーちゃんも見てくれたし。あ、しーちゃん。中西会は全員見てくれたね。うん。さすが中西会。さすが。
ねそのポーズさ、ずっと思ってたんだよ。そのポーズ何？え、中西会のポーズ。中西会。それなんでなんでこれなの？もうちょっとさ可愛い。いやだってこうユーナモギオンだったから相手が戦うときに、うん、波動でね、うん。だからちょっと強さを出したいって。中西会の強い。あ、それでこうなったってことね。あ、オッケー。もう強いぞ、最強だ、俺らはっていうので。てん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 。ねえ、ちなみにここにもてんてんてんきた。のやばい。てんてんてんが来てんだけど。中西から新メンバー気になるだって、ね、私も気になる。それをさ、早く取らなきゃいけないのよ。その発表を。まだ取ってない。ねえ、誰？ちょっと集まってもらわないと。気になる。いや、もうびっくりするんじゃないかな。え、じゃあ、これだけ聞かせて。意外な人？まあ、意外かって言われたら、意外かもしれないし、あーねって言われれば、あーねかな。ねえねえねえ、それさ、わかんないじゃん。え？わかんない。なんかヒント、一個だけヒントちょうだい。わかり、あー、そんな。わかりやすい。ヒント。ちゃんとしたね。人間。え？人間。だから白玉と。人間ってことは、うん、あの人しかいないな。おー、ほら。ね、気づいた。ありがとう、言ってくれて。うん、もう分かった、新メンバー。そう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 。だから、もしかしたら白玉かなって思ったかもしれないんだけど、ごめん、違う。いや、白玉は私なんで。私は、バリしか入ってるんで。あ、よかった。なんか白玉なのか、ひな子なのか、たまに分かんなくなるか。あ、白玉さんですか、今。そうです。今は白玉さんです。あ、すいません。いつも、ひな子がお世話になって。いつも、いや、なんかそう、あの人、可愛いですよね。ね、あれ、やっぱり似てるものが好きなんですね、白玉さんも。そうなんですよ。なんか、丸いものがね。丸いのが好きなんです。うん。ああ、いいですね。ねえ、やだ。え、カオスなの？ね、いつも千鳥さんとコラボしたらこうなる。ん？千鳥とコラボしてなくてもそうなるでしょ？ならないよ。え？だって私が、ひなことコラボしたらこうなるから、ひなこ、うん、誰かとコラボしたら絶対そうなるんじゃないの？いや、千織さんとコラボしたうちだけだよ、こんな。いや、私もひなことコラボしただけだよ。千織は雪見大福だっけって聞きます。ありがとうございます。あ、そうです。はい、こんにちは。雪見大福と白玉のコラボです。おお、やっぱりコラボレーションしていかないと、商品もね。うん。だから今度あの私の中に入ってもらって。美味しそうじゃない？え？何ですかその顔。全然美味しそうじゃない。美味しそうじゃん、私の中に。ニャーだ。いつも、待って、いつも丸いものの話になる。本当ですよ。ねえ、本当に丸い話やめようよ。なんか私たち顔が丸いからね。え、そうだよ。丸い。あ、すごい。それはキマゼットって言うから、え？ってなって、そっから知りました。キマゼット。友達がやってたんだ、周りの？はい。だから私は知らなかったけど、友達のおかげで知ることが。あ、Z？ うん。でもさ、うん。何？キマゼット、あんまり、使わないです。え、普通に気まずいって言えばいいので。うん、それ思った私も。はい。ただ一番気まぜっとやん。うん、ね、気まずい、ほらこっちの方が簡単。あ、そういう問題。あ、確かに確かに。だって何だったら気まず、ほらね、確かに3文字でね終わるからね。うん、なのにわざわざ気まぜっとって何？気まぜ、しかもなんかこうやって やって、これやりながら気まぜっとっていう人いるんですけど、面白いな。何ですか、それは。
私は気まずとか気まずい。あ、多分私も気まず。うん、気まず。うん、気まず。ね、顔やだ。え、なんで顔で笑うの？顔が、なあ、顔でしないで。え、よくないよ。だって YouTube の時も別に変な顔しなくて。あれサングラス。でもみんなサングラスつけてたのにさ、中の時だけすごい笑ってた。え、なんでか言ったじゃんか。なんで？ちょっと傾いてたの。だって、それは七瀬がかぶせたんだもん、私に。え、ちょっと傾いてんのがすっごい面白かった。うん。あ、そういうこと、傾いてたの。ひなこちゃん、ハンガーのものまねできるの？これね、何回やってもできないんですよね。できるよ。あ、いいよ。下げる。ここに重りがあるって思って。じゃあ一回でお手本見せてもらっていいですか？ねえ、やだ、千葉さん、ダメだよ。だってやってみてって言うから。そう。もうここの力を抜くの。そう。こうやればいいんだよね。こういうことだよね。そう、下に。む、むってした顔ね。む、みたいな。なんか、んーってやって。ねえねえねえ、ほんとにやばいよ、顔。え、何が？千鳥さんさ、どうしたの？それやばいよ。何が？顔やばいから、多分、もうやらない方がいいと思う。すごく悪口だよ、それ。顔やばいからって。違う違う、そう、え、じゃあ普通にしてたらめちゃくちゃ可愛いよ。もうそれは当たり前。めっちゃ可愛いのに、なんか急にこうやってやったらブサイクだから。え、違う、これはハンガーだから。ブサイクとかじゃなくて、ね、ハンガーってさ、あの服とかのやつ。え、なんだと思ってたの。え、なんでこうなるの、ハンガーで。いや、ハンガー、こうやってさ、こうなってるでしょ、こうこう。ああ、そういうことか。え、今。いや、にしてもなんでハンガーを顔でやろうと思ったの。なんか物を顔で表したいって思って、うん、その前にハンガーがあって、あー、ハンガーだーってやった。そしたら有名になっちゃったんだ。そう、なんかハンガー団長って名前がついた。うちも白玉団長。おお、いいね。白玉玉団長。え？え？すいません、何ですか？え、な、え、なに？なに？え、なに？え、なんで、え、なに？え？大丈夫そう？はい。ならいいんだけどね。じゃあ私たち団長だね。え、すごい、団長の集まり。え、待って、ハンガー団長？ Yes。ハンガー団長？白玉玉団長。すいません。何ですか？え、何が？え、だから2人とも、2人とも団長だねっていう話。ああ。各団長だね。だからその団長同士で戦おうってことでしょ？白玉玉団長とハンガー団長の戦い。ねえ、消えないで。いや、消えるから。だから、戦おう。待って、あの、戦うの、団長って。え、だって体育祭みたいなもんじゃないの、このなんか団長とか決めてるってことは。だってハンガーの団長。じゃあ何で戦うの。え、だからハンガーと白玉玉で戦うんだよ。じゃあそれで戦ってどうすんの、どういう戦い。え、だからハンガーあるじゃん、ハンガーと白玉で。ハンガーと白玉。白玉ってわかる？わかるよ。あの白い玉ね。そうよ、白い玉。あ、消えるのやめてもらっていい？逆に。で、え、何？何が？え、それで戦うってこと。白い玉とハンガーが戦う。何で？玉で戦う。そう。この人、だからハンガー団。そこの塊。そう。ハンガー団。白玉玉団。
なんか玉多くない一個、さっきから思ったけど。なんか一個多くない気のせい。え？大丈夫ですか？はい、大丈夫です。なんか一個多かったかも。多いよね。白玉でいいのか。白玉？今それ言ったよね。なんで？言ってないよ。あ、言ってない。本当に言ってない。今コメント。コメントで来てるけどちょっと読まない。あ、読めない。ちょっと読まないじゃなくて読めないんでしょ。うん、読まない。もう千織さんさ、私こんな人じゃないのに。どういう、え、何が、え、どういうこと、こんな人じゃないのにって何。千織さんとコラボした時だけ。え、どういうこと、こんな人じゃないのにって何。こんな、たま、こんな、え、こんな白玉とかさ、うん、普通出てこないもん、他のメンバーと話してて。いや、だって気づいてないもん。私は気づいてるから。私が玉ってこと？そう、玉だなって思う。でも千織さんも玉じゃん。嘘だよ、玉だよ。二人とも玉やないか。あ、で、たまたま？そうだ、たまたまだ。じゃあ、うちら合わせたらたまたま団長。そう。あ、いいね。やった、出来上がりじゃん。そうしよう。思春期だからねって聞き。はい、私今高校3年生です。そうだね、高校3年生はやっぱり楽しいよね。逃げたな、千織さん。何が？今逃げたな。逃げてない。まあ千織さんもこういう時期があった。いや、今ですね、そういう時期がある。こういう時期って何？ね、さ、思春期とか。思春期って何なの？言葉で、なんか思春期ってわかるけど、思春期って何？確かに思春期って何ですか？うん、親に反抗しちゃったりとか。うん。あと、え、何その顔。なんか、教えてください皆さん。思春期って何ですか？聞いてください皆さん。今こっちで全部さ、韓国語でさ、翻訳してくれてる人がいいのよ、うん、今この会話を翻訳してるって思ったらちょっとおもろいね。やだね、申し訳ないね。本当だよ。クリスマスの夜に何話しとるんだって、うん、ああ、まあクリスマスって、だって私たちクリぼっち、うん、違うじゃん。今は二人ぼっち。そう。まあしょうがない。いつも千代さんと配信したらこうなっちゃう。そうだよ、仕方ない。白玉とか言われちゃうんですよ。ああ。危ない危ない。ちゃんと食べた今日白玉。食べてない。自分が白玉だから食べなくていい。あー、確かに共食いはできない。千織さん公演の時雪見大福共食いしてたよね。私は全然平気。雪見大福仲間。そう仲間。雪見大福も丸いよね。え、そうだよ。やっぱり私たちたまたま、もうたまたまだ。二人合わせて鏡餅だっていう。めっちゃいいじゃん。演技良くない？でもこれからだよ。頭いいね。さすがだわ。え、それ、ね、今度からネタで。何合わせて鏡餅？うん、めっちゃいいじゃん。雪見大福と白玉って言って。でもせ、二人合わせて。一つ言っていい、一つ言っていい。一つ言っていい。よ。雪見大福の玉と、あの白玉の玉さ、
いちご大福の方がでかいな。え、だから、ひな子が中の上に乗る。それで鏡餅や。え、平等が良くない？だって、鏡餅ってこうよ。上ちっちゃい。いや、鏡餅に例えたらね。平等やったらこう。でも、鏡餅に例えたらね。普通の丸だったら、なんかもう、いちご大福こんなんで、白玉こんなんや。そうだよ。これを、二つ合わさったら。で、ほら見て、鏡餅。ね、違う、鏡餅じゃなくて。え？普通に、普通の丸として考えて、あの、よくある。だから、何が悪いの？え、なんで？え、なんか悪いこと言った私。あれ？え、ひな子が悪い。ほら。え、違う。いや、もう、やめよう。うん。うん、この話やめよう。やめよう。で、私たち白玉で何十分も話してるよ。白玉、白玉の話でこんな話してるよ。世の中。うん。私たちだけだよ、白玉でこんな話して。そうだよ。こんな熱く語ってるの私たちだけ。違うじゃん。今日は、じゃあ何するの？このクリスマス。何もしないです。なんでかって、ケーキとかも何も食べてないからです。え？マジで言ってる？はい。なんか食べるのかと思った。え、でもさ、ケーキ食べたの？じゃあ逆に。え？今日食べたよ。ケーキっていうか、アップルパイ。さ、ケーキじゃないよ。アップルパイだったら私も食べたよ。あ、食べた？もう。めっちゃ美味しい。え、美味しい。あれどこでアップルパイだろう。なんかカスタードクリーム入ってた。え、そう。多分調べたら出てくるんじゃない？中外サクサクで、なんかそう調べよう。アップルパイ。なんか。ん？アップルパイ？何でもないです。え？どこだろうね、どこの店のだろう。おう、めっちゃ美味しかった。分厚いし。え、何その顔。分厚い。うん、こっち。え、ねえ、何その顔。ちょっとチキンも食べたじゃん。見つけたよ、リンゴのお店。え、嘘、なんて。ちなみにリンゴっていうお店。え、そのままや。リンゴ。あ、出てきた。ここじゃない？ピンポーン。しゃ。これ。うわ、美味しそう。いや、本当にこれみんなも食べてほしい。え、よく見つけたね。いや、でも普通に全然秒で見つけた。あ、じゃあもう有名なんだ。うん。めっちゃ美味しそう。なんか3種類ぐらいあるけど。これ本当に美味しいから食べて。うん。美味しそう。わ、お芋アップルパイもあったんだ。めっちゃ美味しそう。やばい。食べたい。これはマジで美味しそう。私食べたい。ん？食べたんじゃない？違う、お芋食べたい。お芋ね。うん。絶対美味しい。お芋食べたい。お芋、お芋、お芋。え？え？てか、島根で遊びたいの。ねえ、私を招待してほしい。あの、観光。島根に来たいって言ってくれてるんです。あれやりたい。出雲神社。出雲大社。ごめんね。出雲だとも言うよ。うん、そこに行きたい。本当にいいよ。え、何が一番強い、それは。あ、でもご縁だから、なんかなんだろうな。
そうだね。うん。え、めっちゃいいじゃん。でもね、普通におみくじとかもめっちゃ当たるし。え？なんかいつも大社も。でも出雲大社のみくじはね、うん。なんか大吉とかじゃないの。大吉とか吉とか書いてなくて、うん。言葉だけなんだけど、でもめっちゃ当たる、本当に。何それは、どういうことが書かれてんの？なんか例えば、なんか今年、難しい言葉が書いてある。今年はすごくなんとかなんとかの年なので、こういうことに気をつけよう。こういうことに気をつけよう。とかね。めっちゃ。八重垣神社も行きたいね。あ、行きたい。そう、八重垣神社行きたいね。中西。そこめっちゃいいよね。うん。すごく人気そう。どういうとこか知ってるの？やっぱり本当に立派。ご立派。何が？え？そこ。ああ、オッケー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 。千鳥さん知ってるんですよ、この神社。で、ひなこが教えてくれた私に。はい、私が教えてくれた。だから、すごくいいよって言うから行きたい。行こう。来年だな。うん。しーちゃんとかね、なんせとかさ、みんななんか、合わなさそうだな、ね。みんなの予定がね、ちょうど合うっていう日がね、わかんないから。本当に。いいな。そんなところで生まれて。いやいや、福岡もいいじゃないですか。もちろん。お互いいいとこで生まれてますよ。それはそう。ね、こちらは太宰府天満宮がありますから。うわ最高。学問の神様。大丈夫？学問。やばい。東大行かなきゃ。ハーバード。どう？勉強の方は。いや、私やっぱり頭いいので。なんか、ね、てか、だから、もう一回やりたいの、千代さんといつか。学力テストみたいなやつ。大丈夫。はい。おう。あの時はやばかったよ。ちょっと、今、もう成長してるので。確かに。だから全然、じゃあ、白玉問題。白玉問題？玉問題？あ、玉の問題？な、割といけるかもしれない、それは。玉の問題ですか？そう。玉にまつわる問題。それはなんか、やっぱ丸い。それは二人ともいけそう。だから丸い同士で戦う。あ、玉問題で？うん。玉だからこそわかる。多分私、1点満点。確かに行きそう。うん。なんか顔が正解みたいなところあるよね。それは千代さんもね。お互いね。うん、確かに。うん。いい。それは結構接戦になりそうだな。いや、これは、多分すごい戦いになるね。お互い、頭いいから、それについては。うん。でもちなみに玉問題？玉問題？ああ、何？玉の問題。ああ、はい。私たちたまたまじゃん。うん。だから玉の問題。ああ、オッケー。ちょっとお願いしとくね。いや、何？お願いしとくね。分かった。お願いしとくね、じゃあ。うん。うん、確かに。そういうなんかワード絞ってやるっていうのはいいかもね。何？どうした？何？いや、面白いコメントしてたけど読まない。え？
いいよ、読んでも。え、待って、どういうことこれ。白玉玉 VS ゴールデンボール。どっちが、でどっちがどっち、だから白玉玉は私でしょ。だって今の流れ的に白玉だったから、白玉玉 VS、うん、私は何、ゴールデンボール。え、違うよ。え、ゴールデンボールって何違うよ、あのドラゴンボール。あ、そういうこと。うん、あ、ドラゴンボールのことね。あのスノーボールじゃん、私言うな。確かに雪見大福でしょ。なんでゴールデンボールなの、千織さん。じゃあ問いで、じゃあその人に。なんでですか。うん、私白玉とも分かるけど、うん、私はスノーレアだからだって。あーはははあー、それはか理解。レアだって、千織さん。え、やった。チーズボールでいいよね、チーズボール。あー、なんかマジでチーズボールだね。おいしそう。本当に顔悪いね、私。え、好き？チーズボール。はい。うん、好きそう。好きです。おお。チーズボール。食べてない、全然チーズボール。韓国料理とか食べない？なんか韓国料理は食べるんだけど、チーズボールを食べてない。なんで？なんか敵視しちゃうのかな。あ、玉と玉同士ね。昨日チーズボール食べたよ。だって、え、私も昨日チーズボール食べたわ。え？いいの？食べた。だって私チーズボールじゃないもん。白玉だもん。あ、そっか。確かに。じゃあ食べれるか。昨日食べたよ、私チーズボール。え、どう？大きかった。おいやいやいや、どういうこと。普通に、いやいや、なんかこんぐらい、おいしかったよ。いやいや、こんぐらいかと思うよ。聞いて、違う違う、え、待って待って、そういうことじゃなくて、今何何、え、こういうこと、ちょっと違う、ね、こういうチーズボールってさ、普通こんぐらいじゃん。うん、なのにうちが食べたやつすごかったよ。え、あ、手作り？え、違う。買ったんだ、Uber。何、発音よ。あ、Uber。そう、メンバーの人と食べたんですけど。え、いいな。呼ばれてない。で、それ何なんそれ。え？呼ばれてないって口癖？呼ばれてない。じゃあ今度食べよう。チーズボールの会呼ばれてない。じゃあチーズボール食べよう、今度。うん。いいね。チーズキンパも食べた。あれ？伸びるやつ？うん。うわ、いいな。一緒だね。めっちゃ食べてるじゃん。そうだよ。韓国料理。そうだよ。え？ずる。え、食べに行きたい。行こう。新大久保。行こうよ。めっちゃ美味しい。行こうよ。うん、行こうよ。行こうよ。おい、行こうよ。え、私がさ、え、ちょっと見てほしい、千織さん、これ。何？私が食べたチーズボール。見たい。何その。え、でかいでしょ。てか、でかっ！でしょ？うん。だから言った。チキンとくらいじゃない？ん？チキンいたでしょ、周りに。いた。チキンと同じぐらい。そう。お、でかっ！でしょ？いいね。うん。どう？美味しかった。
おお。いや、いいな。うん、ずる。うん。で、今日はボール食べない。今日ボール食べない。やっぱり毎日食べてたら本当にボールになっちゃうからさ。確かに。うん。じゃあ今日は何を食べられる？そうだな。ごま団子。え、ごま団子はダメでしょ、だって。なんで？ごま団子になるでしょ？丸いから？うん。でも丸いもの食べないと生きていけなくない？私たち。ああ、確かにね。維持しないと。うん。たまたま食べないと。うん。やめてその顔。え、なんで？笑っただけじゃん。いや、なんか面白い顔するから。千織は、何？千織はキンパのこと分かってるのか？だって。え？なんで逆に千織がキンパのこと知らないと思ったの？絶対に。もうキンパみたいな、なんなら。ね、そうだよね。うん。チーズチン、チーズチン、チーズチン、チーズ。え？チーズキンパって3回言えないよね。チーズチンパになっちゃう。わかる？なんだ？それはなんだ？チーズチンパ。なんない。左と右で大きさ違うよってどういうこと？え、わかんない。何が？あ、何？あ、大きさ揃えてる。何ですかそれ。え、そうだから、そう、コスプレ配信よね。もうファンの人に。そうじゃん。だから8時半、8時20分、あれ？あ、そういうことね。うんうんうん。なんか、あれかと思った。見に来るやつかと思った。何？あ、そうなんじゃん。あ、え、そうなの？見に来る？わかんない。え、今やってるよね。あ、そうなの？配信のやつ。千織さん前出てたよね。うん。あ、そう。それ見に来るんじゃないの？見に来るのかな？え、だから、20時からって言ったんじゃないの？でも千織さんと話してると頭おかしくなっちゃう。ねえ、やめて！そういうこと言うの。いい意味でね。そう、サンタさん。だから今日ね、来たんです、あれ。そしたら千織さんに白玉って言われたからみんな楽しみにしてて。そう、白玉のくせにお腹になんかケンタッキーみたいな持ち手のやつをぐるぐる巻いてる。そう、これを聞いて、皆さん待っててください。うん。うん。なので。サンタさん待ちって書いたら来てくれるらしい。何？え、千織さん、コラボ早かったね。コラボが早かった？あ、違う、コラボ、すぐ時間過ぎたねっていう。ああ。いつでもやろうよ。でも、千織さんやってるんでしょ、今たくさん。だからもうそう、12月はやる。って約束したん。じゃあたくさんやろう。やろう。時間が合えば。多分会うでしょう。いつ？わからない。え？ちょっと。でも千織さんね、もうさ12月さもうすぐ終わるけど結構会うくない？うちら思ったね。だから会えるんです私たち。
多分毎日って言っていいほど。確かに。これからも。なので楽しみに頑張ります。はい。ランキング読んでいいですか？いいよ。千織もその後読む。じゃあ私読むよ、最初。いいよ。13位、マジックさん、ありがとうございます。12位、香港、ヘイデンさん、ありがとうございます。11位、SAT、サトル・オカダさん、ありがとうございます。10位、マサタカさん、ありがとうございます。9位、雪村さん、ありがとうございます。8位、ダブルワットマーク、ひなこいさん、ありがとうございます。7位、かなさんとマーク、ひなこいさん、ありがとうございます。こうでしょ。おう。6位、えさっぱちさん、ありがとうございます。こうでいいのか。5位、ね、マーク、ひなこいさん、ありがとうございます。4位、あやか、ありがとうございます。3位、かっちゃんとマーク、ひなこいさん、ありがとうございます。2位、元気感とマーク、ひなこしさん、ありがとうございます。そして1位は、ひらっぴあとマーク、ひなこにメロメロさんでした。バオバオひらっぴさん、ありがとうございます。オッケー。で、千代の番。はい。13位、ジン、ありがとうございます。ありがとうございます。12位、マナティ、ありがとうございます。ありがとうございます。11位、カミツン、あと、チヨイの王子様、ありがとうございます。ありがとうございます、チヨイの王子様。なんか笑ってない？いや、ないない。ごめん。あ、大丈夫。10位、ココホール、ありがとうございます。ありがとうございます。9位は、ナビ、ありがとうございます。ありがとうございます。8位は、コナシ、ありがとうございます。ありがとうございます。7位は、タンゴ、ありがとうございます。ありがとうございます。6位は、ネコトラメン、ありがとうございます。ありがとうございます。5位はベロニカ、ありがとうございます。ありがとうございます。4位は中西万次会アット数の子参上、ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。3位は一乗寺光、ありがとうございます。ありがとうございます。2位は悟る岡田、ありがとうございます。ありがとうございます。1位が千織姫です。いや、何そのありがとうございます。こまおすみだ。감사합니다저는희나코입니다오진짜요귀엽다오맛있어요맛있어요오오오뭐가오케이오케이스페셜프레젠트땡큐땡큐땡큐가이즈Thank you, Tama, Tama, Tama. じゃあそれでは。はい。楽しかった。今からタマになるのね。はい、そうです。はい。じゃあ皆さん、またタマになる瞬間。またしようね。すぐ。やろうね。うん。だから合わせよう。わかった。タイミング。うん。で、じゃあ。また、チョイさん。終わるんだ、これ。え、多分切れば終わる。私が？うん。分かった。一回これ切った方がいいもんね。うん、コラボになってるから切った方がいいと思う。分かった。うん。じゃあ、ありがとねー。バイバーイ。ありがとう。たまたまありがとう。あ、いいじゃん。あ、いい感じ。じゃあ切りますよ。切りますよ。白玉返信頑張ってください。はい。バイバイ。ありがとうございました。ありがとうございました。